日差しが降り注ぐ新潟市北区に来ています。今日は赤い看板が目印、はい、トマト専門の農園蘇我農園さんの直売所にお邪魔します、はい、先ほど夕方レシピではトマトを使ったお料理ご紹介しましたが、はいはい、こちらには全国に誇る特別なトマトがあるということで伺います。今日は定休日なんですけれども、はい、特別に開けていただきました。ありがとうございます。こちら蘇我農園の蘇我真一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、全国トマト選手権で最高金賞を受賞したトマトがこちらにあると伺ったんですが、はい、こちらになりますね。越冬フルーツトマトといいます。越冬フルーツトマト、全国の20の農園のトマトの中から最も優秀な賞に輝いた。そして実は2年連続なんですよね。はい、もう本当に嬉しいなと思うとともに、まあ、本当に当農園の若手スタッフの努力の賜物だと思います。そうですね。そしてこちらが通常のトマト、はい、用意いただいたんですが、はい、そのお隣が越冬フルーツトマトで、はいはい、よく見ると、はい、お尻の部分の模様がですねたくさん筋が入っていて、こちらがスターマークと呼ばれるものなんですよね、はい、そうですね。春のトマトを甘く作るとこういうスターマークがびっしり出ますね。甘さの一つの印ということですね、はい、そして奥には越冬トマトの断面をご用意いただいたんですけれども、これも通常のものとは全然違いますね。そうですね、ゼリー部分が少なくてもう果肉がぎっしり詰まってますね。そうですよね。フルーツトマトということですから糖度も気になるんですけれども、はい、一般的な、まあ、トマトが、はい、糖度でいくと、まあ、4度5度というのが普通なんですけれど、まあ、こちら越冬フルーツトマトの方はもう今は10度から12度、まあ、倍以上になりますね。12度というと、はい、フルーツで言ったらもういちごと同等ぐらいですね。いちご、亜美さん、いちごと同じくらいですって。びっくりです。ますます気になりますよね、はい、ということで味が気になるな、はい、じゃあぜひ食べてみてください。試食をご用意いただきました、はい、すみません、見た目もカットすると、うん、トマトには見えない果肉がぎっしり詰まっているのがよくわかります。ではいただきます。本当に真っ赤ですね、甘い、本当に甘くて、でもトマトの酸味も爽やかで、わこれみずみずしくてとっても美味しいです。でお味もさることながら、うん、はい、トマトというお名前も特徴的なんですが、うん、栽培方法にもこだわりがあるんですよね。はい、まあ新潟の冬場っていうのは本当はトマト栽培には向かないんですけれど、うん、逆にそのを利用して、曇天と日が照った時の温度差を利用してしおれたり回復したりを繰り返して強いストレスをかけて甘くしていきます。冬を越したトマトなんだ。そうやってトマトを鍛えるということは生産者側も手間暇が変わるんですね。はい、そうですね。まあ、冬場作りますので暖房代も非常にかかりますし、まあ、冬場病気が多いですので本当にそこは気を使って栽培しますね。でもそうやって手塩にかけて新潟の土地柄を利用したということで、はい、全国に誇るトマトが出来上がったわけですね。はい、ありがとうございます。ただ越冬トマトということですから食べられる期間にも限りがあるんですよね。はい、だいたい4月から、まあ、6月いっぱいということで、あと2週間もう今ラストスパートに入っています。では今シーズンの越冬トマトを食べるなら今がチャンス、はい、ということですね。こちらのトマトは直売所か、はい、あとはオンラインショップでも購入できるということです。今シーズンの越冬トマトぜひ味わってみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上中継でした。いや金賞を取ったトマトですからもう甘みと旨味が凝縮されてそうですね。冬超えてんのね。そうですよ。越冬ツバメは聞いたことありました。越冬トマトです。これからは越冬トマトに注目していきたいですね、はい。